こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの本を決めさせてもらい、部屋についてあるフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回はひよさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあひよさんについて自己紹介をお願いします。はい、韓国人のひよと申します。今日本来て5年目になります。今はアパレル会社でウェブデザインとか撮影とかいろいろやっております。本日よろしくお願いします。お願いします。ということで今回紹介していただくこちらのご自宅が、間取りで言うとこれはどういう間取りになるんですか？ 2K っていう間取りになっておりまして、29平米くらいになりますということで、まあ、白を基調にした家具とか、そうそう、洗練された印象もありつつ、これちょっとダークブラウンのね、ヴィンテージのアイテムとかそういったものがあると思うので、ちょっとそのあたりのこだわりいろいろお伺いできればなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。それではリビングの方をご紹介してもらいたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか？はい、どうぞ。はい、失礼します。おお、ベッドルームがお隣にあるって感じなんですね。そうですね、開けばワンルームって感じになります。はい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 。ということで、じゃあ早速このお部屋のこだわったポイントからお聞きしたいんですが、どんなところにこだわりましたか？まあ、まずこっちのスペースが一番お気に入りものを集まってるところなので、こっちが一番こだわってるのかなと思います。あとこのお部屋は全てあれですか、フロアマットとかフロアタイルを敷いてるんですか？そうですね、最初入った時にフロアタイルを全部敷いて、この部屋の中でだけ、フロアタイルしてるんですけど、なんかこのちょっとまだこういう感じで剥がれちゃうんですけど、はいはい、最初ちょっと一人で頑張ってやりました。大変でした。結構大変でした。これ大体この広さだとおいくらぐらいでできるんですか？これは2万いかなかったぐらいで一人でやってました。はいはい。ということで、じゃあちょっとここから詳しいアイテムの話聞いていきたいなと思うんですけど、こちらの、じゃあここはレコードスペースみたいな感じなんですか？そうですね、レコードスペースと、あとお香とか音楽を聴けるところになっていて、まあ自分の美術館みたいな感じで使おうと思っております。ということで、じゃあまずここのスペースは、そのなんといってもレコードプレイヤーからちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらで購入したアイテムでしょうか？はい、このレコードプレイヤーはソニーのアイテムになっておりまして、去年かな、一昨年の12月ぐらいに自分へのクリスマスプレゼントとして買いました。ほうほうほう。で、操作が結構簡単で、こういう感じでクリックするだけで自動で動いてくれるので、あ、結構簡単です。はい、おー、すごい。あと Bluetooth につなげられるので、スピーカーを Bluetooth 持っておけば普通につなげられる感じになります。じゃあコードレスで、はい、すごい気持ちもいいですね。はい、さらっと聞けるので、それがいいことです。はい、はい、ちなみに普段音楽はどういったジャンルの音楽を聴くんですか？そうですね、いろいろ聴いてるんですけど、R&B とか、あとは普通にこうキーボードとか、こういろんなサウンドのアーティストが好きで、FKJ だったり、あとはこっちはクリスチャン・クリアっていう方のアルバムなんですけど、このアルバムのジャケットももちろん可愛いんですけど、声が本当に好きで、ぜひ聴いてみてください。韓国でライブやってるので、やってるじゃん、3月にライブやるつもりで、はいはい、そのために韓国行きます。あ、そうなんだ日本になかなか来てくれなくて、あら、はい、へえ。これが、このアルバムになってて、こっちは多分知ってる方いらっしゃると思うんですけど、リチャード・アン・サンダーソンっていう、多分このラブームっていう映画の OST になってて、これのいいとこがこのアルバムの、はいはい、レコードの形が結構、もしかして、じゃじゃん、あら、かわいい、になってます。すごいですね、かわいいですよね、形もかわいいから聴くのが楽しいですね。はい、へー。でこの音楽が、入ってるアルバムはお母さんが昔好きで、お母さんが好きで、で私もそれで影響されてこの音楽、ずっと探してたんですけど、このアルバム自体が
多分40年ぐらい前に出したもので、結構レアなアイテムになってて、ちょっと汚れてたんですけど、あの中古でゲットしました。でお母さんがこの前11月ぐらいに韓国から遊びに来た時に、これちょっとあのあげようかなと思ったんですけど、やっぱりちょっともったいなくて、はい、もったいなくてあげれなかったです。はい。わかりました。あとはじゃあこちらのサイドチェストについてちょっとお聞きしたいんですが、はい、これはどちらで購入したアイテムでしょうか。これは、海外のピンタレストとか見てなんか、いいなと思ってこういう似たようなやつを探してたんですけど、なかなか日本で売ってるとこがなくて、まあ、あるとしても高かったので、ローヤで購入したものなんですけど、6万ぐらいのものでいろんな収納ができて、うん、この中にレコードだったりいろいろ収納してるんですけど、うん、150センチあってこの壁にちょうどいいサイズだなと思ってこれを購入しました。あとは、その上ですね、それこそレコードの隣にはお香、はい、インセンスとかもありますが、結構香り物はお好きですか？そうですね、香り物が好きで、なんかフローラル系ももちろん好きなんですけど、柑橘系、うん、が好きで、こっちは、今リニューアルされた、アポテケフレグランスのものと、うん、リニューアルされる前のこれも持ってるんですけども、これが最後で、これがこの最後のアンジルっていう香りのもので、イチジクの香りが結構好きで、これをずっと、使ってます。いい香りですよね、はい、で今使ってるのもアンジルも一個と、ドリフトウッドっていう、なんか森を演奏される、なんかこう思い出せるような香りになるんですけど、でも正直に言うとイチジクのアンジルの香りが一番好きです。はいはいはい、はい、でこの飾ってるお香立ては韓国のもので、多分インスタとか結構、見てるかなと思うんですけど、オブジェクトっていう OBJT っていうブランドのものになります。こういう感じで結構使ってるので生活感はあるんですけど、でもデザインもスマートでスタイリッシュですね、うん、はい、うん、こう立てるとこういう感じで、よいしょ、中に落ちてくるので結構便利な形を、掃除も楽です、はい、へえ、シルバーのものが好きだったのでこれを選んだんですけど、いろんな、色とか金とかゴールドとかあったので、そういうのもちょっと確認してください。わかりました。あとはこのチェストの上にポスターが貼ってありますが、はい、これは何のポスターですか？これはこれは、YZ 神っていうアメリカ、多分アメリカ人なんですけど、うんうん、イランの方で、こっちに、ポスターの説明が韓国語で書いてあるんですけど、結構大きいサイズで、もともとフレームの中に入ってたんですけど、フレームごと持ってくるのが結構大変だったので、このポスターだけ持ってきました。キャリーケースにちょっと入れて持ってきたんですけど、ちょっと大変で。あ、そうだったんですね。はい、でまだいいフレームを見つけられなくて、このまま貼ってるんですけど、うんうん、まあ、全然これでもいいかなと思って、はい、まだこういう感じで使ってます、うんうんうん、あとはその上にある、はい、これは何ですか？これは照明なんですけど。あら、かわいい。こういう感じでつけます。でこれはちょっとストーリーがあるんですけど、はい、もともとこれはドイツのベルリンっていうところのヴィンテージショップで売ってたものになってて、まあ、最初は IKEA のものになります、うんうん、IKEA の昔のヴィンテージのもので、それを韓国にいる、セレクトショップの方がこれを買って、それを私が日本に持ってきたっていう、ドイツから韓国、日本旅をしたんですね、はい、旅をした飛行機になります。かわいいですね、この照明。わかりました、ありがとうございます、はい。続いてお隣に移動して、まずこちらのスタンドライトからちょっとお聞きをしたいんですけど、はい、これはどちらで購入したアイテムですか？これも IKEA で購入したアイテムで、ストッコロンっていう、ものになります。結構重さがあるので、こう地震来た時はこうガタガタ動くのが心配なんですけど、形が本当におしゃれで IKEA っぽくないなと思ってこれを購入しました、うん、照明の明るさもすごい、結構明るいですね、はい、調整できて、こういう感じで上に上がるので、なんか上下でこう明るくなるのがお気に入りポイントです。確かに、はいはいはい、結構お家の家具はこういうステンレスというかスチールっぽいもので
統一を結構してたりもするんですか？そうですね、スチールだったり、あとはこういうヴィンテージ、こういう木の色味とか合わせて白すぎない、うん、スチールっぽ、すぎない色味をしております。あとはじゃあそのお隣行こうと思うんですけど、はい、ここはどういったスペースになりますか？こっちは、まあ、まだ決まってはないんですけど、一応今はコーヒースペースとして使ってます。うん、よく、在宅勤務、テレワークが多いんですけど、そういう時にこの、作業スペースでコーヒーを飲んだり、あとご飯を食べたりするのがちょっと嫌だったので、うん、新しいテーブルを購入してこっちに、まあ、ご飯のスペースとかしてます。うんうんうん、はい、このテーブルはどちらで購入したアイテムですか？これは、ビトラのものになって、ヴィンテージのビトラなんですけど、これは東京のリサイクルショップで購入しました。家具屋さん巡るのが好きなんですけど、行った時にこれがあって、なんか全然買える価格だなと思って4万ぐらいで買いました。はい、すごい。で、今そのテーブルの上に、まあ、コーヒーのいろいろ、コーヒーキットじゃないですけど、はい、置いてらっしゃるということで、これはボトルとかブルーボトルのものですが結構ブルーボトルのやつで集めてたりもするんですか？そうですね、まあ、特にこだわりはないんですけど、このブルーボトルのこのポイントのデザインが可愛くて、うん、これは会社に持って行ったりするんですけど、ここでコーヒーをこう入れてオフィスに持って行ったりしてます。あとはそうですね、まあ、こういうのは結構意外と結構しっかりしてるスタンダードプロダクト、あダイソンのちょっとその友達ブランドの、はいはい、ものになるんですけど、デザインが本当に可愛くて1000円で買ったので、なんかお得で可愛いなと思いました。うん、ちょっと掃除が不便ではあるんですけど、デザインが可愛くてこのまま置いててもインテリアとして可愛いなと思って購入したものになります。あとはそのお隣にあるこの黒い羽のついた、これですか？これは何のオブジェですか？これは、普通にこの置いただけのものにはなるんですけど、風が吹いた時にこうくるっと回るので、名前としてはくるくるっていう名前になります、ね、そうなんだ。はい、でこれも、まあマダーデザインさんのインスタのマダーデザインさんっていう方のから、くるくるっていう名前でつけてもらって、それで、購入したものなんですけど、なんか、テレワークの途中にこれをずっとぼーっと見てたり、あと音楽聴きながらこう見てると癒される気分になるので。確かに、はい、大事ですよね。はい、これはよく見てます。あとこのお香、これもまたさっきと違うデザインのお香ですか？はい、これはどちらのお香ですか？これは、韓国の本当にお気に入りのブランドなんですけど、 OTH コンマ、カンマっていうブランドになります。これは中にこういういろんなお香が入ってるんですけど、ちょっと甘い感じの匂いなんですか？はい、なんか日記みたいな感じでこういうストーリーを書いてるんですけど、ストーリーテリングされてるブランドなので、それが本当に素敵だなと思って、ただ物を売るだけではなく、その自分の気持ちだったり売ってる人のなんか気持ちが入ってるブランドで、それが素敵だなと思って、このブランド本当に好きなんですけど、今は多分そこまで販売はしてないので、もし興味ある方はネットで調べてみてください。はい、わかりました。あとはこの窓の後ろにも、はい、先ほどみたいなモビールって言ったらいいんですかね、はい、ありますね。これも、韓国で買ったものなんですけど、オーシーオンっていう作家さんの、韓国人の作家さんのもので、これ一個一個自分で組み合わせして、作るものになります。バランスをちょっと取るのが難しくて、こういう方々になってるんですけど、風が通ると動くので、それが良くてこれを購入しました。あとテーブル上のものだと、この照明、ちっちゃい照明とあとそれのセットで棒みたいなものがありますか？はい、これは何ですか？はい、これは、一応こういう形のキノコみたいな形をしてる照明になるんですけど、レクスンっていうブランドのミナ、一番ちっちゃいサイズのものになります。うん、あとシルバーのものが好きなので、これ一目惚れして買ったんですけど割っちゃいました。あらあらでも物自体はその色が結構可愛くて、お、できた、治りましたねこういう感じで使えます。あとこれは、お香を使うときにライターを使わず、こういう感じですごい、こう
これを使ってるんですけど、これは Amazon で購入したものになります。これ試しに今ちょっとつけてみてもらうこともできます？はい、つけてみますね。あ、すごい。あ、すごい。結構火力も結構あります。強いというか、はい、すごい便利ですね。めちゃめちゃ便利でよく使ってます。これ普通に日本でも買えるんですか？はい、これ Amazon で買って1500円ぐらい、結構安いのでおすすめです。いいですね、これは。え、ちなみにさっきのあの照明は、はい、韓国でしか買えないやつ？これも、私韓国で買ったんですけど Amazon でも売ってて。あ、そうなんですね。多分色によって価格が違くて、これは3000円ぐらいで、他のものはなんか1万5000円するのもあったんですけど、 そうなんですね、それのなんか仕組みがちょっとわからないんですけど。はい、これは3000円ぐらいで買いました。結構韓国で有名ですよね。そうですね、いろんな方のインスタから見てて私も欲しいなと思ったんですけど、うん、これをちょうど見つけたので買って帰りました。はいはいはい。あとはこの壁についてる、はい、鏡、はい、こちらもちょっとお聞きしたいんですけど、これはどちらで購入したんですか？はい、この鏡はダルトンで買ったもので、若干うねうねしてる感じ、なんかなんだ、まん丸じゃなくて、うねうねしてる感じが可愛くて、うんうん、買いました。これもそこまで高くなく4000円ぐらいで購入したもので、うん、この上のところがレザーになってて、これもちょっとお気に入りの部分なんですけど、結構しっかりしてて、こう重さもあるものになりますね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、続いてデスク周りを紹介していただきたいなと思います。はい、まずじゃあこちらで使われているデスクと椅子についてお聞きしたいんですが、これはどちらで購入したアイテムでしょうか？はい、どっちもそこまで高いものではなくて、デスクはまず楽天で購入したものになります。うん、2万円いかなかったぐらいで、こういう丸みのあるデスクをちょっと探してたんですけど、色もちょうどヴィンテージっぽくて良かったのでこれを購入しました。うんうん、あと椅子もイームスデザインのリプロダクトの商品になってて、これを白を選んだんですけど、ちょっと腰が痛むので Amazon でこれを購入して、デスク作業するときはこれをかけて使ってます。はい、これ使うだけで作業しやすさは全然変わりますか？そうですね、正直すごいいいって言ったらそこまでではないんですけど、なんかありとなしで結構変わるなとは感じてます。あとは椅子はこっちにももう一脚ありますね。はい、これも結構スチール素材が好きなので、これは IKEA で買ったんですけど、結構軽くてこの細めのスチールのデザインが好きだったのでこれを購入しました。でこれは友達が遊びに来たとか、あとはこっちに物を置きたい時だけ使ってるんですけど、結構これは逆に、長く、座っても別に腰が痛まなかったのでこれをずっと使ってたんですけど、最近これを購入したのでこっちのデスク、チェアとして使っております。あとはこちらのデスクライトについてもちょっとお聞きしたいんですけど、はい、これはどちらで購入したアイテムですか？これはアルテミテの、トロメオっていうブランドです。これはもともと結構高いものではあるんですけど、私はこれ韓国で購入して、日本で持って帰りました。結構重くて、これがこの下の方が結構の重さがあるので、これだけで多分10キロいかなかったぐらい、うん、でスーツケースに持って帰るのが結構大変だったですし、あとコンセントの部分が、韓国式の220ボルトっていう形になっているので、それをこう変えるのがすごく大変だったんですけど、デザインが本当にとっても可愛すぎて使っております。わかりました。あとは、デスクのところだと手帳があると思うんですけど、はい、これは普段どういった感じで使われてるんですか？そうですね、こっちは、韓国のポイントオブビューっていう、文房具屋さんで買ったもので、これも同じブランドのポスターみたいな感じになっておりまして、はい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 、結構お気に入りのブランドなのでこのポーチも全部このブランドのものになります。これは普通にダイアリーとして使ってるんですけど、中の感じデザインも可愛いですし、こういった感じで多分韓国語なのでちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、こう
書く人にこう声をかけてくれるようなこう話題を振ってくれるようなダイアリーになってて、それがお気に入りで選びました。はい、であとこっちの方は書いてる通りで、去年の年末からちょっとまた新しいものに変えたんですけど、ちょっとした絵描きをしていて、こういう感じの、あ、本当だ、イラストをいろいろ描いてるんですね。はい、本当になんか 1,2 分ぐらいで終わるような絵を描いてて、こういうのとか結構デッサンは好きなんですか？はい、そうですね、なんかこう本格的な絵を描いたりするのも好きなんですけど、今はそういう、なんかこう絵の具とか、用意してないので、こういう好きな鉛筆とか使って、なんか思いついたことをすぐ描けるように、あの絵の日記みたいな感じで使ってますね。わかりました。あとは、壁に飾ってある、はい、これは写真ですか、絵ですか？絵です、全て絵になります。絵か、はいはい。でまずこっちからは、ビュリーの香水ブランドのビュリーからもらったものになってて、これは普通に素敵だなと思って飾ったんですけど、このこっちは、この前のヨナさん、はいはいはい、ポスターを作っていらっしゃる、ヨナさんの、ところから買ってきたものになります。はいはい、あとこっちの、2つは吉祥寺にあるポストカード屋さんで買ったんですけど、この結構自分の、気持ちにもよるんですけど、この窓からとか水の上とかを見てる感じの絵が最近ちょっと好きで、なんか一人で考える時間が多い今、こういうのがちょっと好きになったなと思ってこういうのを集めてて、これは韓国のポセットっていう、これもポストカードの販売店で買ったものになります。あとはこのリビングスペースのペンダントライトお聞きしたいんですが、はい、これはどちらで購入したアイテムですか？これも IKEA で購入したアイテムで、デイサっていうアイテムになってて、多分今は売ってるのかわからないんですけど、見当たらなかったので今は生産水準なのかなと思います。うねうねしてる部分が可愛くて購入したんですけど、実はこの上の部分がこの前の地震がちょっとあった時に少しずれちゃって、あらあら、まだ直してない状態になります。これ結構人気でしたよね。そうですね、人気だけど販売終わっちゃいましたよね、確か。そうですね、見当たらなかったので、そうですよね、もう一個ちょっと買っときたいなと思ったんですけど買えなかった。あらあら、そうだったんだ、わかりました、ありがとうございます。はい、あとは向かい側のスペース、こちらはテレビがあると思うんですけど、はい、これテレビはこうスタンドというかつけてらっしゃるんですね。はい、このテレビスタンドとか、さっきこそそのサイドボードとかに置くテレビはちょっと好きじゃなかったので、こう自立できるような形にしてみたいなと思って、この真っ白のやつを使ってます。これは多分これも2万円いかなかったぐらいのサイズで、もともとこの下に足があったんですけど、それ取ってこれにつけてます。後ろにクロームキャストをつけてるので、ここからネットフリーとか、あとは音楽とか YouTube も見れるようにしてるんですけど、あんまり見てないです。 あとはその下にはポスター、はい、これもありますが、これは何のポスターなんですか？これはデイビッド・ホックニーっていうんですかね。でその方の作品がもともと結構好きで、実家、親の部屋にもこういう、絵がたくさんあったんですけど、それに影響されて私もなんかこういうポスター置きたいなと思ってこれを置いてます。でも実はこの後ろにちょっと汚いものを隠すために、あーケーブルとか、はい、置いてる感じですね。はいはいはい、あとはその上ですかね、はい、これはレコードですか？これもレコードです。ライっていうフランスのおじさんなんですけど、おじさんの歌手アーティストの方のレコードになります。これ本当にお気に入りの音楽たくさん入ってるんですけど、ここが石膏ボードで、こういう画鋲で普通に固定しているだけになります。これはなんか写真も綺麗ですね、すごい、はい、飾りたくなっちゃう。モノトーンの感じが結構好きで、こっちに置いてるんですけど、これは、たまに聞いてます。わかりました。あとはじゃあ今度お隣のスペースにちょっと移動していただいて、はい、こちらがベッドルーム、はい、ということで紹介をしていただきたいなと思うんですが、この寝室こだわったポイント、どんなところにこだわりましたか？
そうですね、一応真っ白のベッドにはしてたんですけど、最初最近はちょっと冬だし、ちょっと温かみを入れたいなと思って緑に揃えてみました。でこの上にちょっとぶら下げてるこの照明だったり、あとはモビルだったり、あと天井にこう空中にとにかくこう乗せるのが好きかなと思って、あの本棚とかこういう棚を設置したりしてました。これ棚とかもご自身でつけられたんですか、全部？そうですね、これがブックスタンドってなってて、よいしょ、こういう感じで一回取ります。あ、すごい、うん、これで固定をする感じになります。これはどちらで購入したんですか？これはアンブラっていうブランドになったんですけど、大きいサイズ、L サイズを購入して、多分本4つ、5個ぐらい置けるぐらいの大きさになります。結構重さも全然そこそこいいかなと思うんですね。向かい側のレコードとか置いてる棚もご自身でつけられたんですか？はい、この棚は無印で購入したもので、88センチの大きさで、この壁にちょうど置きたかったのでこれで選んだんですけど、こっちもこっちの壁も石膏ボードで、石膏ボード用の棚になります。この上にもすごいさっき言ってた緑色、はい、でなんかインテリアというか多い気がするんですが、やっぱこの辺も合わせてるんですか？そうですね、緑に合わせてて、こっちのレコードは FKJ っていうアーティストのレコードになってて、私が一番最初に買ったレコードが FKJ さんのザストピアノっていうレコードになってて、これが本当に好きだったので、その次のヴィンセントっていうアルバムも続いて購入しました。 FKJ も本当に好きで、韓国でライブしてたんですけど、そのために韓国行ってました。あ、そうなんですね、はい。そのアルバムでもすごいいいですよね。そうですね、ピアノが好きなので、その曲がたくさん入ってるこのアルバムが本当に好きです。わかりました、はい、あとはまたここ上にモビールがついてると思うんですが、はい、このモビールはどちらで購入したんですか？これは海外のもので、プレンステートっていうブランドのモビールで、1万いかないぐらいのモビールになっております。フチュラっていう、名前をしてるんですけど、つけるのが結構簡単で、上にこう普通に感じでってなってて、この窓を開けたらぐるぐる回るので、この横に横になってこう天井を見て、こう時間過ごすのが気持ちいいですね。でも、はい、嬉しいです。わかりました。あとはじゃあ今度こっち側にまたちょっと移動をしていただいて、照明からちょっとお伺いしようかな。このペンダントライト、こちらは今度むき出しのこのデザインですが、はい、これはどちらで購入したんですか？これは、実は IKEA のものなんですけど、ガラスがこういう形でつけてたんですけど、そのこのフロアシートを引いた時にこうやって動く作業して、頭を2回ぐらいぶつけて割ってしまって、でも残ったものが、でも意外と可愛いかもと思ってこのまま使ってます。これその時頭は怪我しなかったですか？大丈夫でした。あとはその後ろですかね、はい、この後ろに結構香り系のアイテムがまたここありますが、はい、結構またここも香り系、どんなアイテム置いてらっしゃるんですか？そうですね、こっちがビュリーの、ボディオイルで、ローズの香りのボディオイルになってて、これも結構好きな匂いしてます。あとはこれはイソップの、シェービングフォーム、シェービングローションになってるんですけど、まあ別にシェービングローションとして使ってるわけではないんですけど、香りが良かったのでこれを普通にスキンケアとして使ってるのと、あとこれはバイレードのラーチュリップのヘアスプレーになるんですけど、香水よりちょっと持続時間が短いので、朝、出勤する前とか気持ちよくさらっとつけてお出かけしたりしてます。あとこっちはルーラボのものなんですけど、これは韓国のホテルに泊まった時にアメニティでもらったものになります。結構お気に入りの、香りなのでよく使ってます。わかりました。
あとは奥にある、はい、ここは鏡ですかね、はい、これはどちらで購入したアイテムでしょう。これも Amazon で購入したもので、こういう白い真っ白の壁にポイントとして鏡を置きたいなと思って、このフレーム自体を黒にして、うん、ちょっと区切りを切っちゃって、あ、このフレームのもうこの鏡自体がインテリアとして置きたいなと思ってこれを購入しました。あとアパレルブランドで働いてるので洋服の着替えとかも見たりするのが多いので、この全身鏡が欲しかったのでこれをしました。あとはこちらには椅子、はい、とバッグもありますが、はい、ここは普段それこそなんか試着をしてこう座ったりとかもされるみたいな感じなんですか。そうですね、このクローゼットが横にあるのでこっちにあの椅子とかこういう感じで写真撮ったりしたこともありますし、こういう感じでもうバッグを置いたりすることも多いんですけど、この椅子は IKEA で購入したものでちょっとアルテックのなんかあの椅子に似てるなと思ってこういうのを購入したのと、うん、あとパソコン作業が普段多いので大きなパソコンはこの大きいバッグに入れて持ってて、これは韓国のアーカイブエフクっていうブランドで購入したものでリュックになります。あら、かわいいですね、はい、でこれでこの2つをこうやって持って忙しい出勤するのが最近多いです。はいはいはい、はい、ちなみにまあ、普段アパレルのお仕事されてるということで、はい、なんか洋服のこうファッションコーディネートとかもやっぱり こだわってらっしゃるんですか。そうですね、なんかこうシンプルだけどシンプルすぎないおしゃれのお姉さんみたいなコーデが好きで、まあ日本と韓国どっちのトレンドも入れつつ、自分のこだわりの洋服を着るのが好きかなと思います、うんうん、ちなみに今日トップスとパンツ、はい、コーディネートちょっと教えてもらうこととかできますか。はい、まずトップスは韓国で買ったものなんですけど、ブランドは特になくて、あの道を普通に歩いた時にイテウォンで購入しました。へで、あとこの下のものは、インフルエンサーの K さんという方のブランドを立ち上げた時に買ったものなんですけど、ザ・トエっていうブランドのもので、ここがちょっと面白いですね。こうやってボタンを取れたり、あとはこうやって閉めたりするのもできるので、こうちょっと会社で打ち合わせするときはこうやって隠して、最近したらこうやって歩いたりしてます。いいですね。ありました、ありがとうございます。はい、はい、ということでひよさんの記憶的ルーム撮影させていただきました、はい、最後にひよさんの方からも何かお知らせだったり告知があればしていただければなと思います。はい、まあインスタグラムをやってるんですけど、インスタグラムとあとたまに Vlog を載せています。YouTube もよかったら見てみてください。はい。はい、普段はじゃあもうインテリア系の結構発信とかが多いんですか。そうですね。洋服とか本当にライフスタイル全体的な感じが多いですね。はいはいはい。じゃあということでひよさんの Instagram と YouTube チェックしてもらえればなと思います。はい。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはひよさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。